はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年の9月1日ですね。もう9月に入りましたので、ちょっと日程表を確認して、で、今日はシーズン最後まで、終わらせちゃおうかなと。一応最終試合が、まあ、セリーグの方ではあるんですけれども、まあ、10月の11日まであるので、パリーグは10月の4で終わるのかな、まあ、最低でもちょっと10月の4までは、やっていきたいと思います。パリーグセリーグ両方ともマジックが点灯してますね。まあパリーグの方はサクセスチームがマジック25と、ホークスとは6ゲーム差なんで、まあ、ホークスも今年はかなり頑張ってますね。で、ちょっとこのままいくとまた最下位になりそうな感じではありますけれども、まあひたすらね、まあ最初の方は最下位のところで這いつくばって練習して強くなっていくという感じになると思いますので、まあ7位の楽天戦、ここをちょっとね勝っていきましょう。オーダー的にはまあこんなものかな。野球玉三郎がファーストに来てるね。で DH が森田くんになって、4番峰井くんかで、先発は宮内くんと。まあ、ちょっと見てみますか。基本的に調子のいい人を、入れてるんで、そうですね、まあ、遊撃手はシラーっとと、まあ、これでいいでしょう。さてちょっとね、前回連敗が続いてるんで、まあでもまだ46ゲーム差。パワフル対初年度はね、ほんとひどかったからね。さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面、ちゃんと出てるね。しかもノーアウトっていうところがすごいよな。こういうチャンスの時にね、最低でもね1点は取ってほしいですよね。1点。投球は3球目投げた。あ、どうだ、打ちました。うーん、ポテンにはならないよね。取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。玉三郎君はね結構打ってくれるんですよね。まあ、パワーヒッター広角打法持ちなんで、お、いいじゃん。ああ、惜しい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 。タイミングさえ合えばね絶対行ったんだけど。これチェンジアップ、おお、さすがだよ。お、マジ強いわこいつ。センター見送った、ホームラン第6号、逆転スリーランホームラン。いいね。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃。さて宮内くん頼むぞ。これだけ見るといいよな。141キロコントロール B、 スタミナ A。 あとはちょっと変化球、若干球速も欲しい気がするけど、145欲しい感じがするけど、まあ、うちのチームにそこまで求めるのはコクかな。打たれたか。これは二塁までいかれたね。ヤマトツーベース、1点は角度でいくか。さて頼んだぞ。うん、まあ1点確保しょうがない。またノーアウトか。対左 G のチャンス F か。ちょっとな。おお、振りすぎだ振りすぎ。追い込んで第3球を、これはねさすがに低め、カウント1ボール2ストライク、投げました。これはバッターでも、あ、いいんじゃん。おお、ちょっと当たりはね良くなかったけど、逆にあんまり飛ばなかったのが良かったのか。バッターはちょっとミートの内側だったからね。投げました。ボール。峰井くんは投げました。チャンスリーか。おお、ゲッツーだけは勘弁してよ。よしよしよし。金島取ってアウト。まあ進塁だということでいいでしょう。で、森田くん、チェンジアップ、ストライク第2球。おお、チェンジアップをカウント1ボール1ストライク多投してくるね。投げました。打ちました。おお、抜けた、抜けた、抜けるんだ今の。レフトバック、いや、よくやったよくやった。粘りのピッチング、あんま粘ってないか。バッターは6番ノーマル。さてノーマル君、レフトフライに倒れています。チェンジアップはボール。いいね、取れる時に点を取っておかないとね、いつピッチャーが崩れるかわかんないからね。お、すげえすげえすげえ。バックホーム間に合うかどうか。ホームイン、パワフル、リードを4点に広げます。4点差か。先ほどスリーアウト。さあここでまた玉三郎投げた。チェンジアップ決まってストライク。
第2球ここで1本出てくれればな。決まったストライク、バッター追い込まれました。めちゃくちゃでかいんだけど、まあ、さっき打ってるからね。ただ田野三郎は1球外したボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げたボール、カウントは2ボール2ストライク。慎重に攻めてくるね。次は5球目投げました。これは入ってくる。打った、さあゲッツーになるか。ゲッツーか。セカンドフォースアウト。まあしょうがない、さっきのね活躍があるからね。ここは目をつぶりましょう。序盤終了しまして、おおやっぱりな、すげえ取られてるわ。に入ります。バッター平際の魔術師ヤマト、今日2打点を挙げています。ナックル、初球から打った、よしよしよし、当たり損ない、一塁送球アウト。これでワンアウト。ナックルはね、捉えられるとね、ボックスは2番めっちゃ飛んでくからね。ここで先発全員安打達成です。先発全員安打とか悲しすぎる。なんとしても抑えるんだ。ナックルボーラー、外角高めいっぱいストライク、これで追い込みました。まあ軌道はね確かに流し打ち、これファースト玉三郎取れないか。ファースト間に合いません、ファールボール。一球外せ、投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。投球これから5球目、まあ、ナックルはもうちょっとナックルで攻めるしかないか。打った、粘られるね。投げました、おっとしと完全に外れた、ボール、完全なボール球、カウントは2ボール2ストライク。投げました、ボール、おー、入らないか。結局フルカウント。あー、これフォアボールだな。変化球外れた、フォアボール。バッターは3番茂木、今日2打点。じゃあ9回まで行きましょう。お、抑えたね、なんとか。さあピッチャーを変えろ。さあいよいよ最終回、頼むぞ。思ったらね、今日打たれる、打たれる印象がめちゃくちゃあるからな。ボール、第2球投げた、おお怖い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 。第3球はスライダーはやっぱ曲がるね、好調で。スライダーボール、カウントは2ボール1あるから。おお低めが、カウントは低めが入らないね。投げた、球かボール、フォアボール、フォアボールでのイーグルス。いやー勝負を仕掛けてきたね。まあと頼んだ。おお延長持ち込んで、頼むぞ。そして二塁は高橋慶だから、これ、投げた、長打が出れば確実に帰ってこれるから。初球ストライクから、おお一気に追い込まれたか。追い込んで投げた、これは振らなくていい、よしよしよし。次は4球目投げました、これはボール、アウトコースへ、カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目、いけ、打ちました、どうだ、よし。でもちょっとこれは帰ってはこれないな、最悪犠牲フライで1点取って終わりだな。ここでねちゃんと、ね、犠牲フライをね打ってくれるかなんだよね投げました、これはよく見て。さあ次の投球、まあしょうがない、投げました、インコース高めストライク、バッター追い込まれました。サードランナーの足だったらな、なんとか走れそうな気もするけど、あっと引っ掛けた、危ない危ない危ない。ファールボール、投げました、流し打ち、今のってボール球だったかな。さあ6球目ボール、おーいいねいいね、よく見てるよ。第7球を投げた、これも入らないよ、よしよしよし。ボール、カウントは3ボール、まあフルカウント、打った流し打ち、これはさよならだ、よしナイスだ、ライトバックホーム、さよなら、勝った。いやこの一勝はでかいわ、見事勝利を収めました。ナイスだ松潤、ヒーローは2名、まもなく、ああみゆちゃんも無失点だったんだね、本当に頑張ってくれたね。フルサイボーグが1勝してんのか。玉三郎が6号と。いやこの試合勝てたのはでかいな。おおめっちゃ増えた、さよならアンダメダル、メダルとかって何なの。ところで、お柳瀬くんのスローカーブが上がりましたね。でもまあスローカーブやっぱ3は欲しいからな、このまま継続で練習していきましょう。今日は吉田くんが先発、英国紳士が DH で出てますね。おおいいねいいね、吉田くんようやく1勝したか
本当長い戦いだった。最後そしてフルサイボーグで締めて3対2と森本に投げ勝ったのはいいね。おタッキーリが復活した。おお負けたんとお前そういや怪我してたのか。毎回毎回だな。ちょっとタッキーリ、タッキーリは投手か、2軍ロックしてたけど、こいつ先発か、どうしようかな。ゆずちゃん勝ち運持ってるのか。勝ち運持ってるのはいいね。でも変化球1種類131キロか。まあちょっと調子の悪い人もいないんで抑えどうしようかな。フルサイボーグ、金城くんと変えようか。どうしようかな。ここは中継ぎか。負け担当も中継ぎだしな。金城くんと変えるか。よし。さて今日も勝てれば3立て。わあできなかったか。緊張が打たれてるな。10回3点も取られてるし、ホームランでも打たれたか。ピザ肩 D か、まあ、キャッチャーだからね肩 C くらいは欲しいけど、今日からライオンズ戦か。ゆずちゃんの若干調子が悪いけど、勝てないね。1勝9敗か。4-0。打線の援護がなかったかな。おー赤木くん捻挫か。おいおいおい。お気候シンカー3になった。3になればまあとりあえずちょっと別のにしたいけど、まず忘れないうちにこれを買おう。あとなんかある。アイテムの方だっけ、違う、ペナントショップ。あれなんかこれだけだったっけ。まあいいや。練習設定で機構変化球強化、今度シンカーじゃなくてもう一個カーブの方か。カーブの方を強化しよう。3-3あればまあ変化球としてもなんとかやっていけるでしょう。柳瀬くんですね。4番が英国紳士、5番に森田くん。ここら辺は結構クリーンナップは強いですね。クリーンナップが強いけど1点しか取れないか。松潤の肩が上がったと。51ゲーム差か。太田くん、松潤が今日 DH で出てるね。高橋家4番が峰井くん。峰井4番に座ること多いな。おー勝ってる8-3。今日は8回になぜか爆発してんな。何が起こった。しかも完投勝利だし。おー、タモザブロ打撲したか。あ、そっかそっかそっか。怪我したやつ、ちょっと。采配の方から。うわ、ちょっと。赤木が死んでるな。セカンドか。セカンドを誰か変えますか。セカンドすっげえいっぱいいるな。登場初球下克上、東条くん出るか。で野球玉三郎はこいつどこで出てたんだ。捕手もね結構うちいるっちゃいるんすよね。サードかな。サード今誰が出てんの。サードいなくね。サード交換しよう。サード、
あー、ここら辺か。かた C。うん、こっちはもう遊撃手になってるんで、なかなかサードはみんな調子がいいね。まあ、信長組入れますか。よし、OK。さて、今日は宮内くんだけど、大谷か。相手の先発はちょっと厳しいね。うわ、14勝か。英国紳士が28号、打ってはくれているんだけどね。ちょっとうちも強打者が増えてきたから、英国紳士の出番が減ってきてるからね。気候絶好調か。絶好調はいいね。っていうか、かりんちゃんとかサブポジサードついてんのか。結構こうやって見るとさ、なんか外野の人多くないみたいな。あー、セカンドね、守備力 B あるからね。これ全部 B あるよね。あー、全部 B ありますね。積極守備か。秋原くんとかなんか久々に見た気がするな。峰くん、なんでこれ4番打ってるんだ。チャンス B、 流し打ち意外性。なんかすげえ強いってわけじゃないんだけど、なんか森田くんの方が4番に座った方がいい気がするんだけど、どういう基準なんだろうな。まあ、これでいきますか。大谷が4番に座ってるね。うーん、タッキーリのコントロールが上がったと。お、玉三郎が復活した。ただまだ上がれないはずだよね、2軍に下げたから。ちょっと調整をしてもらいましょう。松潤、信長、高橋家で、4番が英国紳士、5番森田君、6番ローズ、7番東条、8番炎上王の9番シラット、先発はゆずちゃんと。おお、みゆちゃんが勝ってるね。6対2。英国紳士やっぱ出れば打つね。英国紳士はかなりの確率で。よしよしよし。赤木選手が復活と。楽天戦か。楽天クボスタジアム、先発は柳瀬くんでいきましょう。おお、ニコガミが勝ったか。途中までちょっと打たれてたんだな。4回までめっちゃ打たれて、5回からなぜかコンスタントに点を取っているっていう。7対6か。近所抑えてくれたね。よしよしよし、ナイスだ。こういう試合を勝てるようになってくるといいね。やっぱ楽天だねこうビリ争いをしている楽天。お、相手の見間かな。めっちゃやる気ないけど、いや、それでも出すのかっていう。山村うさぎちゃんが負けちゃって、3対2か。ああいう状態ってどういう状態なんだろう、ほんと潰れてるのって。いや、俺も今日マジ無理っすみたいなもう監督は出すんでしょ。先発は宮内くん。ニコガミくんが負けて、うち結構打ってるね。最後、12回延長で打たれたのか。高橋家、森田くん、英国紳士。そっか、12回1点入れたけど、それを守りきれなかったのか。かなり痛いな、今日は。この負けはかなり痛いね。30本達成メダル。英国紳士か。もうそれしかいないからね、うちのチーム。30本打てるの。今日は、かなりの好調をキープしてるね。おお、気候1勝目。金城がセーブを上げてますね。英国紳士31号、やっぱ英国紳士だな。森田君も3号が出てますね。ここら辺が機能してくるようになるとだいぶ勝てるな。おお、こっちや君、脇腹、脇腹痛って言ってたなんか食当たりでも怒ったか。ちょっとキャッチャーを、1回下げて、っていうか、キャッチャーはもうこれだけいるから、ファーストもまあ大丈夫でしょ。セカンド、
セカンドサードがいないんだよな。っていうか、外野がやたら多いよな。ノーマルくんちょっとやる気がなさすぎるから、セカンドを一人入れますか。まあ、マー君でも入れます。で、サードも一人入れよう。で、ちょっとこっち役君を外して、サードこっちか。サード竜を入れるか。守備職人のアベレージヒッター。まあ、チャンスも普通っちゃ普通ですからね。噛んだぞ。よし、これでいこう。OK。英国紳士がな、絶好調だからな、こういう時に機能してくれると。おー、いいね。吉田くん2勝目。ここに来て乗ってきたな。で、英国紳士、32号を打ってくれてますね。金城もきちっとセーブを上げて。形ができてきてよ、形がここに来て。お、サンデーボールノリノリになった、しかも。松潤。打撲したか。サンデーモリパワー10しかないんだ。パワー10ってどれくらいの筋力なんだろう。俺パワーいくつなんだろう。まあ俺もインドア派だから間違えた。全然パワーないと思うけど、どういう基準なんだろうな。ちょっと松潤死んじゃったんで、死んでるやつが多いよね。お、高田くんやる気満々じゃん。ちょっと入れよう。で、サンデーモリが絶好調で、シラアットもノリノリなので、ロックしておきますか。よーし、頼むぞ。てか、なかなかホーム戦にならないな。ゆずちゃんがちょっと勝てなくなってきたね。森14号15号って1日2ホーマーか。あ、高速シュートが上がった。よしよし。で、移動日で、おーい、変化球練習。すげえいっぱいかったな。おお、復活した。松潤も復活。ペナントショップ行って、まあ、練習機材はね、やっぱり3をキープしておきたいんで。ファイターズ戦か。ファイターズ戦はね、大谷が出てくる可能性があるけど、吉川、こいつもまた死んでるな。今日はチャンスだぞ。今日勝てないようなら、お前らにカツを入れないとな。1点入れられてるし。パワフル同点のチャンスです。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で覚醒した男ローズ。投げた、アウトコース低め。大丈夫かこいつ、本当に一発病もなってるしな。打て、よーし、ナイスだ。これは行ったでしょう。逆転スリーラン、ローズ第6号。いいね。さて、さらにチャンス。全力ストレート。てか、もうスタミナもねえなあいつ。ここで引きずり下ろせ。もう投球は3球目。投げた、決まってストライク。峰君1番か。第4球を投げた、高め、うん、よしよし、よく見てる。てか、ストレートで押してくるね。2ストライク。投げた、流し打ち、どうだ、ライトへの打球、届かない。よし、ナイスだ。満塁、ナイスバッティングです。ここはね、もう確実に1点取る方向でもいいんだけどね。あー、これは最悪だ。ゲッツ。サンデーモーリ君やってしまったな。2回、ファイターズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは守備の名手大野。守備の名手なんだ。まあ確かに打撃能力はいいであんまり強くないからね。投げました、外れた。スプリットはね、ただやっぱり落ちないよね、あんまり。投球は3球目。6だったとしても、6ってでもすげえよな。うちのチームで6の変化球を持ってること自体がすげえかんな。マジでペナントで何してきたんだこいつ。絶対怪しい薬飲んできたよな。投げました、5球目ストライク。まあ大丈夫の改造手術っていうほどの能力アップはないけど、フォアボールかよ。先頭バッターにフォアボールを与えます。先頭バッターのフォアボールは最悪だぞ、本当に。クリス先輩が言うには。吉川、パワフル追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、150キロの全力ストレートか。投げました。長打が出てくれればな。
牧原くんの足が F か足がハットも足押せえな。ダメだったか。お、でも追加点のチャンスを迎えました。今日でも勝てんじゃねこれ。さっき多分ホームラン打ったかな。自動的に点が入ったから。おお、スローカーブ曲がるね。2でも結構曲がるからね、スローカーブは。おいやられたね。ゲームはこれから後半6回に入ります。中田先頭バッターは中田。まあでも6回1失点に抑えてるからね。ストレートは外れてボール。怖いな、マジで中田は。第2球投げた。あ、まずいぞ。危ない危ない危ない。プルヒッター。第3球プルって出るんだ。プルヒッターなんてつけないですからね。カウントは2ボール1ストライク。プルヒッターつけるんだったらやっぱり広角打法をつけたいですよね。投げたボール。カウントは3ボール1ストライク。まあそういうところね、ちょっと見直してもらいたいけど。見送ってストライク。プルヒッターはプルヒッターで結構筋力使いますからね。投げました。ストライク。おお、ナイスだ。まずは先頭バッターを三振に切って。大谷との試合も見ますか。試合っていうか勝負。ここ怖いね。中田が来て大谷が来るんだ。初球はストライク。まずは決めてきました。一球目ストライクから。第二球。パワー B。投げました。バッターの足元。すげえなピッチャーで。ちなみに大谷って今季何勝したの？投げました。現実的な話が全くわからない。パリーグは今どうなってるんだろう。なんかすげえ首位争いが熾烈な戦いをしているみたいな感じで見たけど、優勝って決まったのかな。あ、ちなみに今日は9月の27日ですね。27日収録現在で。よしよしよし、 OKOKOK。これでツーアウト。いやー、よくやった。レアードとか31本打ってんだ。でもこいつも怖いね。日ハムは打線が怖いね。こいつらを相手にしないといけないのか。まあよく抑えてるよ。さあ来たよ。やっぱり英国紳士打ったね。いけ。あー、惜しい惜しい惜しい。今のもね、もうちょっと早ければ。あー、タイミング合いません。タイミングが合わないか。第3球を投げた。ボール。よく見たよく見た。強振が。投げました。お前はもう常に強振でいいよ。本当に絶対文句言わないから。投げました。打ちました。どんな結果だろうと文句は言わん。おお。これはいい当たり。伸びた。とんでもねえやつだな。本当に。入った入った。ホームラン。第34号か。さて、ミネイクも燃えてるね。英国紳士の活躍を見て。まずは見送りました。8対1、今日は行ったね。今日は絶対勝った。決まってストライク。第3球。あとは各個人がどれだけ活躍するか。勝負を焦ったか、ミネイク。サンデーモールも打ってるね。2安打してるんで。危ない球。まあ、軽く打って、猛打賞といきましょう。危ない球。第3球を投げました。直球空振り。いいよ、いいよ。次が4球目。ミート G のミート G じゃなくてパワー G の強振ってどうなの。いよいよ最終回を迎えました。さて最後は吉田くん投げてるか。投げた。リリーフ、あれリリーフで出てるよ。吉田くんって先発じゃなかったっけ。リリーフのマイクついてないけど大丈夫。第3球を投げた。しかもボールが先行して全力ストレートでも133だからな。投げた。怖い。よし。左中間へ持っていきましたが、これは大丈夫ですね。ミネイ取りました。 OK OK。 これでワンアウトランナーありません。ま、今日はもう勝ちが決まったんで。よしよしよし、8対1。さて本日のヒーローたちのインタビューが。いいね、柳瀬くん7回1失点。英国紳士が今日2ホーマー。いや今日もハマったね。ローズのホームラン。打線がね、爆発するときは爆発するんでね、うちのチームも。英国紳士とか2ホーマー打ったって言ってたもんね。しかも本塁打だけかよ。間違えた。試合で太田くんか。やる気がちょっと、そう、打てないときは本当打てないからね、0点とか。
東条のパワーが上がって、これ試合に出た方が能力とかって上がったりするんですかね。宮内くん、でも宮内くん5勝してるんだ。やっぱね、打線が爆発しないと。うわー、高橋家脇腹多いね。おい、コントロール、ドロップカーブが3になった。粉砕心のドロップカーブが3になったんで、ちょっとやることがいっぱいあるな。まずはコントロール買って、で練習で粉砕心のドロップカーブが3になったので、これをフォークに変えよう。フォークじゃなくてスプリットか。スプリットって2も3も変わんない気がするんだけどね。どうなんだろう。だったらスプリットがあるんだったら球速を上げよう。よし。でちょっと高橋圭が死んだんで、外野がちょいちょい入れ替わるね。完全にやる気のあるやつがいないから、くにこちゃんはミートが高い。西田くん足が速いのか。ちょっとな、でもこのね、やっぱね、極端な能力ってペナントレースをやる上ではちょっと不安がね残るんですよね。ちょっとくにこちゃんでいきましょう。もう少しこう練習して強くなって、せめて FFF くらいまでいけば。おいおいおい、ミート1年に1個くらいは全部ぶっ壊れんな。1回ずつ1万2000か、結構高いし。先発は聞こうと。おお、うさぎちゃん4勝、何気に頑張ってるね。金城も10セーブ目になったか。森田くんが4号。10回の試合を勝ち抜いたのか。いいね。ゆずちゃんと、ゆずちゃんがちょっと勝てなくなってきたか。白石くんとかもうミート D やればいいかな。うちのチーム基本的に D やればなんか結構いい方っすからね、能力的に。柳瀬くんはね、俺結構期待してるんだよね。ただ4勝8敗か。でもまあ4勝はしてくれてるのか、うちのチームで。マー君肩が E になったけど、わー、このサクセスチームはちょっとマジで怖いからな。いや、勝てねえよ。立川17勝とか、桁が違うよマジで。パピヨン才がつくもとか。なんなのこいつは、15対1じゃねえか、よく見たら。マジバケモンチームだな。おーっと、ミュウちゃん、まあ1日だったらいいでしょう。そのまま治療に専念してもらおう。あれ、ジェフってスキル4になったな。全然見てなかったな。練習設定、ジェフはもうスクリューは上がんないね。ってことはカーブを上げよう。ここら辺の人たち本当大丈夫か。上がる、まだ上がるよね。でスタミナも上がるでしょ。上がるで、タイピン上げてる、上がる。うわー、カーブが上がんねえや。もう変化球が上がんないね、曽根くん。コントロールも B あるしね。もうそうするとなんかある、最適性とか。ちょっとなんだっけ、中継ぎか。急速を上げるか。そうするともう急速しか上げるのないからね、そもそも。あとどこまで見たっけ、曽根くんまで見たんだっけ。で二方神、宮内くんはまだ大丈夫。柳瀬もスローカーブは強化したい。ランタスタミナ、ジェフのカーブも上がる。コーチスタミナってどうなのこれ。なんかあんまり変わんない気がするんだけど。うわ、こいつ何、上がんなくね。球速118キロで上がらないの、もう。何それ。どういうことよ。おかしくない、もう変化球強化でいいや、じゃあ。118から上がらないの。負け担当、怪我しにくさがもうちょっとでたまるな。でイソッチは確かにカーブ3欲しいしね。
で、また変化球を覚えさせて、シノンちゃんもスタミナが C、先発だからね、欲しいよね。球速はまだ上がる。粉砕心も球速、タッキーリもコントロール。すげえな。矢印がめっちゃでかい。で、カーブの、スタミナと。まあ、これでいいでしょう。OK。で、宮内くん、ちょっとやる気がない。向こうやべえな。向こうのやる気やばすぎる、これ。ヤベタさんが出てる、ヤベタさんが。英国紳士。でも、打ってはくれてんのか。一矢報いてくれてんね。友沢より打ってるからね。いやー、ここのね、三立てはしょうがないよ。肩が壊れた。赤木。そろそろ、B になりそうだけど。今季はならないかな。よく壊れるね、ここに来て。聞こうか。あ、山口もね、山口も勝ってくるからね。20勝だよ、山口。その中でね、やっぱり英国紳士はね、頑張ってるよ、本当に。マジすごいわ。今年もいくら要求されるんだろうな。もう、でも絶対手放さないですからね。英国紳士を手放した瞬間、うちのチーム終わるから。英国紳士だけで何点だって稼ぎ出してくれてんの。今日はちょっと勝ちたいな。この調子は勝ちたいよ。おお、近所。10回。4回にだいぶ点を入れられちゃったんだね。まあ、初回で1回2回で5点取ってっていう感じだな。英国紳士37号。本当に打つな。1試合に1回のペースで打ってるよな。吉田くん。お、向こうも吉田か。吉田1って書いてあるけど。吉田1に負けたか。1対0。今日は投手戦だったね。おー、負け担当。吉木校と負け担当。練習で。木校はカーブ3。となるとだよ。急速だな。で、負け担当の怪我しにくさはいいやればいいでしょう。もう赤くないんで。で、あとはもうこいつらのね、特殊能力を、あれ消せないのか。他の人で使っちゃってるからかな。で、そうするともう変化球は伸びないから、急速だな。球速はまだいけそうですからね。どっかの誰かさんと違って。OK。 先発柳瀬くん頼むぞ。うん、5勝目。いいね。英国紳士38号。これはうちの黄金パターンですね。黄金パターン。金城が締めて英国紳士が打つと。おお、マジか。英国紳士、こんな時に、こんな時に2日間離脱されるとは。移動日を挟んでほしいな。移動日を挟んでくれれば治療に、おお、治療に専念できる。飛行機の中でゆっくり直してくれたまえ。で、一応練習のあれが使えるんだけど、持ってきてないよね。まあ、10月はちょっと、このままでいきますか。シラ、あっと。じゃなくて、誰だったっけ、太田くんか。2勝か。みんながね、平均的に5勝してくれればいいんだけどね。曽根くんすげえな。150に近づいてきたぞ、球速が。おしおしおし、復活した。で、とりあえず、ノリノリじゃなくなっちゃったんで、まあ、ロックは解除しておきましょう。3勝12敗1分けか。あれ、ホークスにブロンコがいるんだけど。お前ホークスに行ったのか。あとでちょっとサクセスチームとかもどうなってんのか、まあ今季が終わったら
来季入ったところでいいか、ちょっと見てみましょう。また入れ替えとかがありそうだからね。今日クリーンアップからめっちゃやる気を感じられるけど、いいね、曽根くん4勝目。曽根くんが勝ったか、英国紳士も39。もう絶対渡さないよ、英国紳士。どこのチームにも。まあ確かそういう設定はね、なかったと思うんだけど。絶対どこにも渡さない。4番 DH。おー、森田くん5号。あ、今日は、さよならだね。しかも、9回に1点取られての、取り返したっていう。金城もだいぶ働いてるね、そう考えると。お、終わった。8位、安定の8位だな。じゃあこれでシーズンは確定したのか。あれ、そっかそっかそっか、あとセリーグを残すのみになってるのか。最後試合やっとけばよかった。全然気にしてなかったな。借金62、シーズン8位確定。62ゲーム差か。でもなんだかんだで、たださ、楽天もさ53ゲームついてるからね。それ考えるとまあ、うん、まあよくはなってるよね。やっぱ5年くらいはちょっと最下位で喘ぐ形になっちゃうのかな、というような、感じで、またちょっと今季も、ビリにはなりましたけれども、まあ、徐々には良くなってきてると思うので、もうちょっと2年くらいはもしかしたら喘ぐ年が続くかもしれないですね、というところで、じゃあ次は、オフシーズンをやって、また野球留学も確か1年できるんで、あれね確か3年できるはずなんですよ、見てみたら。なのでまたちょっと送り込む人とか覚醒させる人を決めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。